寺内俊一8月8日から1946年6月12日は、日本の陸軍軍人、政治家。最終階級は、元帥、陸軍大将、以下位は、12位、君党は、君位党、高級は、高一級、借位は白尺、東京府生まれ、東京府育ち、山口県出身。第18代内閣総理大臣などを歴任した、元帥、陸軍大将。 寺内正武の長男で、皇族以外では、唯一陸海軍を通して、親子二代で、元水府に列せられた人物。陸軍大臣在任時は、衛星省の設立を提唱。太平洋戦争期には、編成時から一貫して、南方戦線の陸軍部隊を統括する方軍、総司令官を務めた。1936年、陸軍大臣当時の次男1938年、 北品方面軍司令官当時の寺内。同年生まれで、陸士陸大では一期後輩であり、後に、同じく元帥となる中品派遣軍司令官当時の、旗春緑大将と共に1942年、シンガポールにおいて、南方軍総司令官当時の次内シンガポールにある、南方軍総司令官寺内元帥の墓子がなかったため、妻の名を4歳から育て、 その向こうに、萩銀行頭取で、大地主の菊谷剛義十郎の孫、吉尾を迎え、後継ぎとした。ABC 国立国会図書館デジタルコレクション、大正の少年時代174ページから189ページ8月1日、渡辺幸夫、浮まき一世1993年中高新書、佐治義彦、太平洋戦争から封印された。 真実219から220ページ日本文芸者、朝日新聞1946年6月14日、山田風太郎、人間臨終図鑑、徳馬書店、官報大戦24号、女人及び、事例1915年12月29日、原水時、都市不要処防、1978年、P132、持丸長者国家狂乱編。 日本を動かした怪物たち、広瀬隆ダイヤモンド社2007年 P227。ありがとうございます。